沼大根、アダナステマラベニアオーカンツは、キクの双本。種子に粘りがあって、ひっつき虫になる。多年生の双本。茎は直立し、高さ30から100センチメートルになる。葉は耐性だが、茎の上の方では時に誤生し、傭兵は長さ1から6センチメートル、葉身は4から20センチメートル。卵形から卵上長楕円型で、鈍い巨子があり。 表裏の両面にまばらに、短い毛が生えている。花は9から11月に咲く。花女は、三房状か円水状でまばらに、あるいは密集して頭花をつける。頭花は、開花時には、径5から6ミリメートル、双方は、長さ4ミリメートルで花が終わると反り返る。花はすべて両性の筒状花で、果敢は、長さ2.5ミ、mm、リメートル、先端が浅く語列し、 周囲に毛が多いが小さくて目立たない。下中は下敢の先端近くで二つに分かれてその先は長さ2ト、mm、ル白くて先端が丸くて平らになり、これが頭鼻から突き出して見える。痩せ花は梱包状で長さ4ト、mm、ル先端にある梱毛は梱包状で4本ある。その先端からは粘物質が分泌される。なお、火事に双方が反り返り、 歌唱は中央が盛り上がり、その結果果実は放射状に広がる。寒毛に粘り気があるのは動物に付着して運ばれるための適応と考えられる。和名は葉の質が大根に煮ることと沼地に生えることによる。日本では本州の関東異西から琉球列島にまで見られ、国外では朝鮮、中国、マレーシア、インド、オーストラリアまで分布する。 野原の湿った場所や、溝などに生える。沼大根属には、熱帯域を中心に十種が知られるが、日本からは本種のみが知られる。その点で見分けに困ることはない。以下、記載は、種として、佐竹ほか、P212、北村ほか、P69 初島、P607 初島、P607、北村ほか、P69 河原の1997、 P123 巻の P617 七たけほか P212 北村ほか P69 九たけほか P212 ありがとうございます。